はい、水星マジックの作演出を代表しております勝山周平です。はい、水星マジックの役者で劇団員で米山麻里です。はい、ポストグラフっていう作品はですね、実際にゴッホっていう画家がいたと思うんですけれども、その画家の、人生をですね、もともと黄色い家っていう家があったんですけど、そこにゴーギャンさんっていう人しか来なくって、で、心を病んで耳を切って自殺しちゃったわけなんですけれども、でもそんなゴッホさんのところにもしも他の画家さんが来たりとか、激動の時代の中でですね、埋もれていた人物がその家にいたらどうなっていたのかっていう空想をした時期に作った話ってことでいいんですよね。はい、そうです。はい、見どころは見どころは、はい、そうですね、舞台美術とかは使ってなくてですね、いくつの椅子を、額縁に見立てたりとか絵に見立てたりとか、新しい、はい、そういう演出をしていまして、すごいね、はい、そういうところが見どころだったりとかしますよ。なるほど、素晴らしい、はい、とても心温まるひどい話になっておりますのでよろしければご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、次